演歌ミュージック初学屋千歳と初学屋みつこのふれあい歌仲間、イエーイ、たくさんの拍手ありがとうございます。さあ始まりました。みっちゃんやりましたよね。本当たくさんのお客様が、今日この会場はね、はい、イオンモールといってね、イオンモール、はい、スーパーなんですか。いろんなお店が、うん、商業施設が集まって、はい、できていまして、その広場でね、うん、そうです、そうです、こういう歌仲間ができるというか、はい、大変なもんですよ。そういうわけで最後まで見てくださいね。皆さんよろしくお願いします。温かいご声援お願いします、よろしくお願いします。さあ最初にみっちゃんの歌ですね。私の歌です、うん、みっちゃんの歌は何ですか。はい、私九州の生まれなので、うん、九州生まれ、はい、日田の方でいろいろちょっとね、はい、悲惨なことがありますので、そうですね、はい、私の亡くなった父が、うん、日田なので、それを早く復興するように夢を届けという感じで、うん、女の夢明かりという歌を歌わせていただきます。女の夢明かり、初角屋みつこが歌います。どうぞ聴いてください。はい、本当に今日は暑い中大勢様いただきましてありがとうございます。歌手の皆さんは拍手と声援が命です。どうぞ5000円よろしくお願いします。女の夢明かり聞いてください。あなたと私を見れれば、どんな重たい苦労も軽い、戻りたくないこの道だけには秘書。いやー、九州にね、はい、夢を届けばいいですよね。夢を届いてほしいです、ね、女の夢明かり、はい、みつこさんが歌いました。ありがとうございました。さあ続いてまいりましょう、はい、続いての方は男性の方です。お、すごい、ダンディーな方ですね。そうですね、ダンディーな方です。ダンディーな方、うん、田村守さんです。どうぞ、イエーイ、イエーイ、どうぞどうぞどうぞ、こちらどうぞ、こんにちは、ようこそおいでくださいました。今日はどちらから見えたんですか。今日は土浦から。土浦か、はいはい、土浦で有名なのは、はい、花火ですよね。日本三大花火の一つ、土浦の見てみたいです。三大ですか。三大、はい、
秋田、新潟、土浦、はい、おそうなるんだね。じゃあ今日田村さんの歌はその花火をテーマにした歌で、はい、いいですね。タイトルが土浦夢花火という曲です、はい、素敵な歌です。よろしくお願いいたします。皆様ご声援のほどよろしくお願いします、桜橋から騎乗抜けて浴衣姿の二人連れ闇に広がる日本一の この街訪れたいと誓った指切りおさげ髪十五の夏が過ぎゆく今は ありがとうございました。はい、素敵でした。田村守さんでございましたなんかお花をすごい綺麗な、うん、はい、ありがとうございます。ファンの方ですか。はい、いつも応援してください、はい、どうぞ、忘れずお持ち帰りください、はい、ありがとうございます。あ、どうもどうも、お取り入ります。はい、どうもありがとうございます。拍手を添えてください。盛大な拍手でお送りください。いや、素敵な綺麗な花ね、ありがとうございます。お花も綺麗でしたけど、いい男でしたね、いや、ダンディでしょ、ダンディかっこいい、そうなんですよ、はい、さあ、今度の会話ご紹介しましょう、はい、佐野優子さんです。どうぞこちらへどうぞお越しください、はい、優子ちゃん、優子ちゃんのまたドレスがこの色が好きだな、はい、僕は。あ、気をつけて、チョコレートの色でねマイク、優子ちゃんマイク、マイクマイクいらないのマイクいらないかも、ゆうこちゃんの場合はね、はい、どうぞこちらの方へいらっしゃいませ、はいはい、こんにちは。こちらの方どうですか、川口っていういうとこですか。そうですね、ちょっと初めて来たんですよね。初めてですか。今日お一人で来たの。さあ、今日はね、私の師匠が一緒に。師匠が何、師匠と一緒に師匠も来たのそう、同じ、いつも応援してくれてありがたいんですけど、ね、師匠また柔道五段で ね、すごいんだ、あの先生は、うん、素晴らしいですね。面白いんで、歌も歌うしね。そうなんです、そうなんですか、はい、出てもらってね、うん、出てもらいたいぐらいですよ。そうですね、そういう機会があったらね。あの ドレスのこの何て言うの、これは色は何色っていうの。これチョコレート色じゃなく、ね、よく昔はね、本当にチョコレート色ですよね、うん、はい、とてもいい色ですよね。今日は優子ちゃんどんな歌で。そうですね、はい、今日ちょうどこの季節にぴったりの、ぴったりの歌、佐野うじょう、うじょう歌っていただく感じですよね。はい、はい、はい、それでは聴いていただきましょう。佐野うじょうです。はい、よろしくお願いします。佐野優子さんです。
二人歩いた礼拝指導そうねあの夜も雨でしたきっときっとね幸せに秋山川ぴったりと ねちょうど今の季節にぴったりですね。アジサイの花がね、そうですね、はい、爽やかに見えます、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。佐野優子さんでございました。佐野優子様でした、うんね、素敵なドレスでしたね。そうですね、はい、さあ今度の方は、はい、金沢健一さん。はい、金沢健一さんです。どうぞどうぞ。金沢健一さんです。素敵な、またこれこそね、帽子の似合う、ランディーな、ね、方でございますけど、今日はどちらから見えたんですか、うん、すぐあの駒込から。駒込ちょっと近いんですか。あ、近い。そうですね、電車であの京浜東北線で。おお、そうですか。20分。おお、そうですか。思い切りローカルで、京浜ローカル、ありがとうございます。この辺は来たことあまりないですか。川口はイオンモール、うん、ないですね。あ、ないですか。そうですか。ぜひ今日は名前とね、はい、顔と覚えて、はい、皆様に書いていただきたいと思います。金沢健一さんが歌います。タイトルは何ですか。幸せ咲いた。盛大な5000円よろしくお願いいたします。今夜も女房と同じ酒。初めて出会ったあの日から夢見ていたんだ。こんな日を咲いた咲いた幸せ咲いた。ほろり涙もあった。愛よありがとう。
星のように遠くでキラリと光ってた。みんなに好かれた人なのに、この俺見つめていたなんて。咲いた咲いた幸せ咲いた。信じられないああ愛よありがとう。金沢健一さんでございました。ケンちゃん、ケンちゃんでいいんですか。ケンちゃんで。ケンちゃん、ありがとうございました。はい、金沢健一さんでした。盛大な拍手もう一度よろしくお願いします。今日はいいお客さんでね。幸せが咲いちゃったんですって。そうですね。ね、幸せを咲いてほしいですよね。もう九州の方にもね、幸せをぜひ咲いてほしいと思います。よろしくお願いします。続きまして、師匠と坪根お姉様ご紹介したいと思います。初角や都の坪根姉さんです。どうぞ盛大な拍手をお願いいたします。すみません、吉永さゆりです。あ、なんか言ってますけど。あら、寝ぼけてるね。なんか本当に冷や汗がたらっと垂れてしまいました。初角や都の坪根と申します。もう二人ともね、今日はこうね、ご兄弟じゃなくて。あのあれですか、親子ですよね。親子でいいんですか。親子でいいんです。ね、あのね、最近あの、大井競馬場にね、この間馬走ってたんですよ。馬が走ってた、つぼね、おつぼね、おつぼね様、おつぼね様っていう馬がさ走ってたそうです。皆さん応援してください。おつぼねでございます。川崎競馬。じゃあ初角屋のね、親子で歌っていただきましょう。はい、歌う曲は娘よ、聞いてください。
心が見えない、恋人に夢中なお前を見てると、はい、しっとりと聞いていただきました。ありがとうございました。皆様もご家族や娘さんやね、そうお父様お母様を思い浮かべられたのではないかと思います。ね、大変ですよね。いい歌ですね、師匠ね、はい、この歌は誰が作ったんですか。私と作曲の先生です。師匠が作った歌だそうです。はい、ありがとうございます。絶賛発売しておりますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。さて、さあ今度は、はい、水沢清人様。あ、清人さん、はい、うん、ねえ、素敵な男性の着物がべっしり似合う。そうです、もう着物ばっかりですか。ねえ、かっこいいんだ。皆様盛大な拍手を。はい、どうも。お願いいたします。どうも。こんにちは。渋いんですよ。かっこいい。かっこいいんですよ。なんかね、あのカラオケ大会が終わったばっかりだそうですよね。はい、そうなんですね。毎年やってらっしゃるね、たくさんやってるね。そうですか、ぜひ、ね、どんどん行きたいですね、うん、皆さんね。そうですね。また、はい、呼んでもらってね。師匠にもずいぶんお世話になってます。そうですよ。でも全然来ないね、仕事。いやいや。お酒は来るんですけどね。お酒は先に来るんです。お酒は来るんだけど。お酒は来るけど仕事はないって、ね。今度じゃあ、よろしくお願いします。今日は暑い中着物でね来ていただきました。夏の着物もやっぱいいですね。皆さんも熱中症にならないようにちょっとね水分を取りながら見てください。そうですね。はい、さあ、京都さんの歌はどういう歌を。はい、今日は、うん、演歌道、かっこいいです。演歌道、はい、かっこいい歌です。演歌の道と書いて、はい、演歌道、はい、水沢清人さんが歌います。どうぞ。絵に描いたような演歌道を歌っていただきます。盛大な拍手をお願いいたします。見せるさ、
っこいい。ありがとうございました。気合が入ってましたね。はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、どうも。はい、どうもありがとうございます。どうぞ拍手。水沢清津さんでした、はい。はい、ありがとうございました。はい、かっこよかったです。はい、ありがとうございます、ね。着物もいいね。似合いますね。男性ってね。師匠いつもスーツとかが多いんですけど、僕は着物あんまり着ないですか？着物は金がないから買えない。じゃあ誰かに買ってもらいましょうよ。あの辺で買ってもらう。ぜひ、よろしくお願いします。というわけでね。はい、さあ、次の方、今度は。相馬清さん。あ、相馬清さん、はい、どうぞこちらへどうぞ。相馬だから福島でしょ。そうなんです。師匠と一緒でしょ。僕のふるさとは福島県の南相馬なんです。同じなんですよ。今日は南相馬から来てくださった。嬉しいね。イエイエイ。いいですね。同じ県人会。そう、ね、同じ町だからね。応援したいですよね。そうですよ、応援したいですよ、はい、今もうあれですよね、うん、その前は会社じゃなく役所勤めてたとき、お役所勤め、市議会議員をしてた。市議会議員をしてたそうです。市議会議員やって、相馬でですか。そうです。南相馬市で。相馬の市議会議員さんが、どうして歌を歌うようになったんですか。ねえ、震災をきっかけに、あの畠山みどりさんに出会って、あなた歌を歌いなさい、そんなことで75歳でデビューしました。やった。75歳でデビューでして、ね、拍手。75歳で震災を、ね、畠山みどり先生に、ね、うん、歌で、ね、やっぱり相馬の人を、ね、力づけて元気つけて、ね、応援したいということでデビューされたそうです。そうですね、ぜひ皆さん、はい、川口の皆さんも応援していただきたいと思います。さあ、はい、今度はどういう歌が出たんですか、その時には。はい、師匠と同じ出身相馬、恋歌を聴いていただきましょう。どうぞどうぞ。明け暮れた相馬ぼうた、新相馬、あの頃が懐かしい、遠い昔が懐かしい。トトさもカカさも姉さまもみんな元気でよ、そうまでよ。里も今じゃ近くで遠い里、今年も盆がやってくる、歌いたい踊りたい、離れた人たちも思い出してよな。
いやいいお声でね。ありがとうございました。75歳でレコーディングか、民謡のね、本当にしっとりとした、そうですよね、いいお声ですよね。ありがとうございます。そうまこういう歌、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。まだまだあの復興の方はあれでしょ、まだね、うん、途中なので、ぜひ皆さんね、はい、温かい義援金などをね送っていただけたらと思います。当時義援金全国から、うん、世界から送っていただきました、うん、ありがとうございました。まだまだこれからも募集しております。どうぞよろしくお願いします。相馬清様でした、はい、師匠、はい、今度なんか珍しい名字の方が出るんですけど、節政さん、ね、節政文江さんって言うんです。節政、うん、ね、すごい名字ですね。こちらも女社長です。みんな社長じゃないですみんなおっかない人ばっかりです。おっかない人さあお呼びしましょう。文江さんどうぞ。拍手どうぞ。拍手をどうぞ、ま、紫の、ね、ドレスがすごいお似合いでございます、節政さんは初めてですか、こちらはどうですか。こちら初めてでございます。あ、そうですか。印象はどうですか。川口、とても私千葉県の鎌ケ谷市から来たんです。千葉から今日はね、1時間で来ました。あら、1時間で来れちゃう。あら、そうですか、ね、でも同じなんかこうね、住みやすそうですよね、うん、とても素晴らしい街と思います、ね、ぜひまたお越しいただければと思います、はい、活気がありますからね、はいはい、今日はなんか昼間にはちょっと早いかなっていう曲なんですけど、あ、そうか、はい、うん、酒一人、節政文江様で聴いていただきましょう。盛大な拍手どうぞ、よろしくお願いいたします。節政さん、ありがとうございました。節政文江さん、どうもありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。
素敵な、ね、歌声と素敵なドレスで、ドレスですよね、礼儀正しいんですみんな、ね、みんなね、温かいご声援は本当にありがとうございます。もう歌手の皆さんは温かいご声援と温かい拍手、はい、さらにはね、うん、あのお札束がもっと嬉しいかと思いますけど、飛んでくればなおいい、はいね、はい、さあ次の方はどちらでしょうか、はい、三田明さんの弟です。あ、違います、嘘です。三田翔也さんです。翔也さんどうぞ、お願いします。こんにちは。かっこいい、白いスーツが似合います。三田さんは、うん、このイモモールというのは、うん、あの野田の方にもありますけど、ありますよね、そちらでもいろんなことをそうですね、僕は10年間、10年間12年になりますが、うん、カラオケ野田の出身ですよね。そうですね、はい、生まれが野田の出身、野田の出身、それで12年間させていただいております、ですからまだこの全然知らないところじゃないよね。そうです、ね、なんか似たり寄ったり似たり、似たり似てますね。イオンさんにはね、いつもお世話になっております。8月の20日はやらせていただきます。8月の20日でまたね、はい、さてイオンさん、はい、今日歌っていただくのはね、そのお醤油で有名な野田の夜祭りです。あ、夜祭り、拍手ご声援よろしくお願いします。手拍子どうぞ。この鳥飛ぶ醤油の町は、そよぐ欅に紫香る、一番星が輝く頃は、あたの神社に明かりが灯る、夜店連なる本町沿いは人が行き交う渦になる。今日は野田の夜祭りだ。町のにぎわい方面祈り、宇治港誇りの神輿が集う、カエルや獅子の彩り添えて、子供浴衣ではしゃいでかける、粋な若衆掛け声かけて本町通りを練り歩く。今日は野田の夜祭りだ。はい、ありがとうございました。皆さんご清聴ありがとうございました。もう今だとちょうど暑いですから、うん、季節柄お祭りが盛んですね。そうですね、7月の30日は、みこしパレード、野田でも ね、やりますもんね。盆踊りとかね、15万人しかいないんですけども、15万人、その時、その時はですね、やはり30万人ぐらいね、30万人ぐらいおいでになる、13基ね、みこしがこう出ますんで ね、盛り上がります。この辺りでもお祭りあるんじゃないですか。あります、いつ、最近、もうすぐ、ああ8月にね、お祭りがあるそうです。また来たいですね、お祭りにしようね、はい、はい、それではね、三田さん、どうもありがとうございました。お疲れ様でした。盛大な拍手よろしくお願いします。どうどう、野田の夜祭り、いい歌でした。いい歌でした ね。さあ、今度の方は、はい、盛大な拍手とね、喝采で お迎えしたいと思います、はい、三条ゆり子ちゃん、はい、どうぞ。三条ゆり子さんです。お声がかかってます。ご存知の方がいらっしゃるんだ、ね、ゆりちゃん、
ね、すごいお綺麗な、ほらせっかくのお綺麗なお召し物ですのでね、見ていただかないとね、はい、着物はね、はい、あのゆりちゃん告知がありましたら、はい、うん、今月、7月、うん、今7月なんですけどもね、はい、今度の、日曜日16日ですか、はい、茨城県つくば市にございます、豊里ホールでゲスト出演が決まっております。どうぞあの暇がある人は見に来てください。そこまで1000円、1000円ですね、入場料1000円でございます、はい、ぜひお時間がある方は来ていただきたいと思います、はいはい、待ってます。それでは、はい、待ってました。パワーのある歌で聴いていただきましょう、はい、三条ゆり子さんでゆり子の演歌バナーです。どうぞ。恋松酒場です。盛大な拍手でよろしくお願いいたします。ありがとうございました。やっぱり演歌は切れるところもいいですね、どうもありがとうございました、なんか裏でね、床大丈夫かって言ってました。裏大丈夫か すごいパワーがあるんですもんね、してね、三条ゆり子さん、はい、ね、素敵な歌ですよね、もう本当に、ありがとうございました。嬉しいでございます、はい、皆さんにもう一度、はい、じゃ盛大な拍手をいただいて、はい、三条ゆり子さんをねお送りしたいと思います。ありがとうございました、はい、まだ2部もあります、よろしくお願いします。いやすごいね、パワフル、パワフルです ね師匠のお弟子さんの中でもパワフルの方ですよね、もう一番です、ですよ、あの方、うん、弟子の中で一番ですから、パワフルですよね、うん、そうそう、みんな飛び出ていますから、本当に、飛び出ちゃいますよね、はい、私よりね。さあそれでは参りましょう、はい、平浜ひろし様を紹介したいと思います。ひろしさんね、ひろしちゃんです、どうぞ、はい、どうもこんにちは、またこれも素敵なお衣装でね、衣装がすごいんだ、素敵なお着物でね、ありがとうございます、まあ、着物ばっかり褒めちゃいけません、はい、そうそう、お顔も素敵ですので、ぜひよろしく、お写真をね、カメラを撮ってあげてください。今日はどちらから見えましたっけ。神奈川県は相模原というところに来ました、ね、ちょっと遠いですけどね、車で行くと、はい、どのぐらいかかりますか。もう1時間半
圏央道ができましたからね、だいぶ、ね、近くなりました。そうです、はい、近くなりましたか、はい、そうですか。でもぜひね、また川口にね、お越しいただければと思います。これを機会にね、はい、ぜひね、広山ひろしさんをね、応援していただきたいと思います。そうですよね。今日は海の歌ですよ。命の漁場、あ、違った、違う、2部、はい、何をやってんの。じゃあ 次の歌、はい、じゃあご紹介をしていただきましょう。人生演歌男武士、人生演歌男武士、聞いてください。平浜博さんです。演歌男星、ありがとうございました。いい歌だね、ありがとうございます。かっこいいです。何かお客様がお持ちになって、お客様がいらっしゃいました、はい、ありがとうございます。今のうちどうぞ。そうです、はい、預からなくていいですか、はい、ありがとう、ありがとうございます。どうもありがとうございます。ありがとうございました。平浜ひろし様、ね、歌っていただきました。ありがとうございました。すごいパワーのあるね、演歌、素敵な演歌でございました。そうですね、いろんな歌を歌ってますから、演歌と演歌というのはね、はい、その人 の個性が出ますからね、はいはい、いいですよね。やっぱり歌は心、演歌ですよ ね。やはり日本人は演歌を聴いてみんなをね声援して、はい、そうそう、はい、温かい心と強い心を持っていただきたいと思います。 そうですね、そのためには初角や千歳市長にも何か歌っていただかなくてはいけないんですが、はい、わかりました、はい、今日は元気よくやっていただけますでしょうか、はい、やりましょう、はい、お笑いをやります。お笑いもやってくださるって。お笑いでいいんですか。いいですか。私がやればいいと書いちゃうよ、ね、じゃあもう盛大な拍手でご紹介したいと思います。初角屋千歳です。へへへシャバダバダディイエイアシャバダバダディイエー
夕焼け小焼けで日が暮れてシャバダバダリ山のお寺の鐘が鳴るシャバダバダうん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 イエー俺が昔夕焼けだった頃弟は小焼けだった父さんが胸焼けで母さんは霜焼けだった。わかんねえだろうな。信じられないだろうが人間やる前俺は夕焼けやっていた。わかるかな。俺が昔夕焼けだった頃俺を見た子供がお父ちゃんお空見てお空が真っ赤に燃えてるよ。そうしたら父ちゃん大丈夫だいくら燃えても火災保険入ってんだから。わかるかな。カラスと一緒に帰りましょう。おおおイエーシャバダバダシャバダバダシャバダバダバディ秋の夜は更けてシャバディダバスダクムシの音に俺が昔イモムシだった頃弟はテントウムシだった親父が信号無視でおふくろは茶碗蒸しだった。わかんねえだろうな。俺が昔芋蒸しだった頃よくせがれに聞かれた。お父ちゃんお父ちゃんはどうして蒸し村の村長にならないんだよ。そしたら父ちゃん父ちゃんはなこれから町長になるんだ。わかるかな。どうだどうだと言われても困るだろう。母さんが夜鍋をして手袋編んでくれたシャバだシャバおほほおおおイエー俺が昔手袋だった頃弟は胃袋だった父さんが堪忍袋で母さんは池袋だった。わかんねえだろうな。信じられないだろうが人間やる前俺は手袋やっていた。手袋だった頃俺を作ってくれたのは福島県南相馬だ。冬になると木枯らしが吹き小雪が道端に舞い踊る。とっても寒かったな。俺がいたうちは兄弟が6人いろり端を囲んでこんな話をしてた。ねえみんなお母ちゃんの手見た。朝早く起きて水仕事してるから手が分度色に腫れちゃって赤切りや霜焼けで痛そう。だからこの手袋をお母ちゃんに使ってもらおうか。その話を耳にした母ちゃんはあんた方何喋ってんだ。母ちゃん大丈夫だよ。その小さな手袋より母ちゃんは母ちゃんはみんなのおふくろなんだよ。戯れに母を背負いてそのあまりカロキに泣きて散歩会います。ふるさとの頼りが届くいろりの匂いがして
歌イエーイ。ありがとうございます。これからサンバイエーイ。今度のいれば調子がいいよ、外してみせる、やめてくれ。買ってやった金のネックレス、シワの中35万、自慢のカツラ、後ろ前だよ。ファンデーション3日でなくなるほど塗って、どこへ行く、デモに行くのさ、年金あげろ。サンバサンバ、これからサンバ、サンバサンバ、これからサンバ、サンバ。俺の苦労わかるかな、わかんねえだろうな。私のメガネかけてないかい、自分の鼻にかかってる。出て言う残高ゼロの通帳、お金には苦労かけない約束守れ。俺の顔見て今日着る服がないという。どこへ行く、彼氏と行くの、ダンスパーティー。サンバサンバ、これからサンバ、サンバサンバ、これからサンバ、サンバ。俺の苦労わかるかな、わかんねえだろうな。わかんねえだろうな。さすがですね、師匠ね。最後ビシッと締めてもらいまして、ありがとうございます。さあ、いよいよ最後ね、最後、はい、ビシッと師匠の一言で、うん、はい、締めたいと思います。演歌ミュージック初角屋千歳と初角屋三つ子の、はい、ふれあい演歌仲間、これで終演でございます。ありがとうございました。イエーイ、イエーイ。